どうもこんにちは、名古屋の伊藤です。今日は2017年3月12日日曜日でございます。今日はですね、名古屋と愛知県最大のイベント、名古屋ウィメンズマラソンと名古屋シティマラソンが開催されてた日です。もう時間がね、18時過ぎてるからね、もうとっくに終わってるんですけど、まあ以前マラソンの動画アップしたことがあるからね、マラソンが趣味なんですよ。今こんなジャージ着てますけど、別に今日シティマラソン出てきたわけじゃないです。今年は出てません。で、今回も当然出たかったんだけど、出れなかったんですよ。まあなんで出れなかったかっていうと、まあ当然ね、毎回エントリーって言って参加の申し込みをしなきゃいけないわけです。シティマラソンの申し込みは確か10月だったのかな、10月の何日だったか忘れたけど、水曜日に日付が変わって0時からエントリーが開始されますと。で、当然俺も出たいなと思って、まあずっとエントリーの開始の日を待ってたわけです。まあ、日付が変わった瞬間なんてさ、ホームページにアクセスが集中して、どうせホームページ開かないから、ちょっと時間が経ってから申し込もうと思って、午前の3時ぐらいになってから名古屋シティマラソンのホームページ開いて、さてエントリーのボタンはどこかなっつって探しとったら、新着情報の見出しの一覧みたいのがあるじゃん。あそこにさ、定員になったためエントリー受付終了しましたみたいなことが書いてあって、で、日付変わって3時間ぐらいしか経ってないのにもう終わっちゃったのと思ってさ、ウィメンズマラソンの方はエントリー抽選なんですよ。で、シティマラソンはあんまり倍率が高くないから、以前は抽選だったんだけど先着に変わったんですよね。それでもそんな3時間で1万何千人か1万5千人かな埋まっちゃうのかなと思ってさ、よく見たらさ、その受付終了しましたみたいなそのニュースの見出しの日付がさ、何日か前になってんだよね。まあどういうことがお分かりかと思いますが、俺そのエントリーの日の10月の水曜日っていうのを1週間勘違いしておりまして次の週の水曜日にホームページ開いちゃったんですね。いやーバカだね、やっちゃったよ。もうさシティマラソン出たかったのに。まあそういうボンミスで名古屋シティマラソンに出れなかったので、今日はまあ別にそのね、応援しに行くわけでもなく寝て過ごしておりました。夕方だけど遅めの朝食シリアルをいただいております。うん、俺シリアルはね、牛乳とかかけずにそのまま食べる派なんですよ。バリバリとこれ食べてから豆乳を飲むっていう、そういう斬新なスタイルでいただいております。まあ何が言いたいかっていうと、マラソンのエントリーの日付は間違えちゃダメだよっていうことです。あとマラソンのトレーニングもちゃんとね、サボらずにやっとかなきゃダメだよっていう、まあ、早い話がこういう風になっちゃダメだよっていう、そういうことです。はい、名古屋シティマラソンは来年は出ます。必ず、いや必ず出れるかどうか分かんないけど来年は出るぞ。以上、そんだけの話でした。バイバーイ。